ストレートエニアグラム二等兵の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます、はい、今日は、うん、ちょっとあのパイロット版というか、うんうん、これが、うん、僕がちょっと響いたことなので、うんうん、ちょっとやってみてですね、うん、あのタイプ6の人が、うん、あ、役に立ったとか、うん、分かる分かるみたいな声が多かったら、うんうん、他のタイプもちょっと他というのはあ、うん、ただ他のタイプの人が、はい、6の人はあんまりうちにコメントしないじゃないですか。6の人仲間いっぱいいますよ。はい、いますけど何人か少なくない。その反応を見るのは分かりにくい。あ、っていうか6のことなんで一番やりやすいじゃないですか。6のことすごい、はい、一旦でやってみていいですか。そうで逆にこう1とか、はい、ここにいないタイプの人の時に1の人がどう思うかの方が重要。うん、僕たちが僕たちにないタイプの人のことを話したときに、はい、こう分かりにくいみたいなことになるんじゃないかなって僕は思って。なるほど。はい。一旦、うん、ちょっとやってみ、やってみて、やってみて、うん、と思ってます。というのは、はい、このカレンウェブさん9つの性格タイプが分かるっていう本の中にですね、うん、タイプ6が成長するために心がけること。うんうんうん、っていうことが書いてあるんですね、うん、まあ、エニアグラムっていうのは、うん、その統合の方向と分裂の方向があって、うん、また、健全度っていうのがある、うん、で健全度が下がってきた時、うん、とかのサインとして、うん、例えばその分裂の方向、例えばタイプ6だったら、うん、タイプ3の悪い面が出る、うん、でよく言われますよね、うん、で、まあ、ここでもその、うん、ストレスを受けた時のタイプ6として、うんうん、自分を奮い立たせ無理をしてしまうっていうのが書いてあるんですね、うん、ストレスを受けたタイプ6の人は、うん、タイプ3成功を追い求める人に近づき、うん、ギアをトップにする感覚を楽しむようになると、うん、同時に不安感もこれが薄れるからだと、うん、で先送りをやめることで成功する確率も高くなり、うん、どうすれば仕事がうまくいくかに、うん、得意の想像力を使うようになる、うん、同時に、自分のイメージに一層こだわるようになり、うん、自分を奮い立たせることもできる、うん、しかしタイプ3と同様無理をしすぎて体を壊すこともある、うん、そしてまあその仲間なのに、うんうん、タイプ6の大切な仲間を若干ないがしろにするみたいな行動が出てくる、うんうん、でまあそれは仲間が大切なタイプ6にとっては良くないことですよね、うん、といい面を切りすぎてるってことですか、ね、はい、で、まあ、そういったタイプ6、うん、そういう面が出ないように、うん、このここに載ってるのがタイプ6が成長するために心がけることっていうコーナーがあって、うんうん、若干これが自分にははって思うところが何個かあったので、うんうんうん、これをちょっとあの言いたいと思いました。はい、出してもらった方がいいですかね。これ読み上げますと、うん、エクササイズをして体を動かし、うん、あなたの意識に体を向けなさいと、うん、肉体的な緊張を感じると、うん、精神的な緊張に縛られている自分にも気づくことができると、うん、もっとリラックスしなさいと、うん、1、うん、成長するための方法を頭でばかり考えていることに注意しなさいと、うん、体を動かすことで心と体のバランスを取ること、うん、1. 変質強な考えや勝手なイメージを投影している自分の姿を認識しなさいと、うんうん、その時心の底に何があるのかを自問すること、うん、1. 時々自分に問いかけてみなさい、うん、これは私の想像なのか、それとも直感か、イメージの投影なのか、うん、1. 友人に感想を聞いて現実性を確認しなさい、うん、私はこんな風に感じたり考えたりしているが、うん、これは現実なのだろうか、うん、1. 過去にうまくいったことや、うん、あなたの才能を思い出して楽しむ時間を作りなさい、うん、そして今の自分を褒めてあげなさい、うん、1. 相手は信用に値するかどうかと疑うことが、うん、人間関係を遠ざけていることを理解しなさい、うんうん、そして人を信じる努力をしなさい、うん、1. 人任せにせずあなたの一存で行動しなさい、うん、1. 権力を持っている人間を見るとき賛成できるところを見ずに
疑問だけを感じている自分に気づきなさい。1、疑問を感じたり躊躇したりしている自分を認めなさい。自分で決断してそれに従う努力をしなさい。1、考えるだけで行動に移さない自分を意識しなさい。そしてあなたの直感を信じなさい。1、楽しいことを想像しなさい。そして脅威を感じていることが現実には起こりえないのだと思うようにしなさい。そうすれば脅威は害のないものになり笑って忘れられるはずだ。1、あなたが恐怖対抗型なら行動を起こす前に果たしてそれが正しいことなのか自問してみなさい。もしそうならそれを証明できるのか考えてみなさい。で、私はこれを読んだ時に、はーっていくつか思う項目があって、例えばその人任せにせずあなたの一存で行動しなさい。これ他のタイプの方が聞くと、いや普通だよね、これ何にハッて思ってんのってことなのかもしれないんですけど、まあタイプ9は思いますしまったタイプ9がいた。なるほど、タイプ9が反応しそうだ。あ、なるほど、あ、決めていいんだとか、例えばその友人に感想を聞いて現実性を確認しなさいと、私はこんな風に感じたり考えたりしてますが、これってっていうのはよくここで、まあ、動画を撮る以前、会員になってすぐの時からよく隊長と、ちょっとこんなことがあったんですよみたいなありますね。ありますよね。で、こうだと思いますよって、え、みんな僕みたいに怒ってるわけじゃないんですか。いや別にこんなこともありますよ、二等兵さんの言ってることも分かりますけど、まあ、こんなこともありますよね。よくありますよ。よくありますよ、そうなんですよ、あ、そうなんだっていうこととか、あとはその私、恐怖対抗型って書いてあるのが、よくそのタイプ6、タイプ8にも間違えられるぐらい、結構攻撃性もある、全然度が下がるととか、要はまあ何て言うんだろう、追い詰められた時のキャーってやつですよね、そんな感じです、このタイプ6の怒りとか、怒ってるような行動は全てこの窮鼠猫を噛む状態、なのでそんなタイプ6が行動を起こす時は、果たしてそれが正しいことか、そのカッて反応とか、反応でやってんじゃないかっていう、っていうのが、まあその行動っていう時、そういうなんか反応もそうですし、何か行動する時も一回もしかしたら考えた方が、僕がよく最近あるのが、こんな動画楽しいと思うんですけど、えって巨頭みたいなこともよくあります、はい、っていうこととか、この、まあ、自分がよくあるのが、あ、もう戻してもいいかもしれません、あ、画面を、すいません、よくあるのが、まあ、その想像ばっかり膨らんで、最近よく他の方とコラボすることも多々、いろんな人と喋ったりするときに、まあ事前にね、僕悪口言いますよみたいな軽口をこっちが叩くじゃないですかそうするとじゃあ私も言い返しちゃおうかなみたいな返事が来ると落ち込むんですよ、何言われるんだろう俺ってあれですよね、不安なんですね、何言われるとかで傷つかないようにあ、もう俺ハゲのバカだって言われるかもしれないとか、いやそんな人いるわけないじゃないですか出たいって動画に出てもいいよって言ってくれてる温かい人たちなのに、じゃあ私もちょっと行っちゃおうかなとか、僕も行っちゃいますよみたいなこと言われると、ああどうしよう自分で行っちゃうって言ったにもかかわらず、ね、かかわらずあ俺どんな悪口言われるんだろうって急に不安になって、あ、じゃあこんなこと言われる、こんなこと言われるって備え出すんですねで結局動画撮ってみると何もそんなことはないっていうことが多々ある、よく言いますもんね、タイプ6の不安、タイプ6の人の不安は、はい、タイプ6の人の頭の中にある不安だけだと、現実なものではないって、でこれを見た時に、はぁと思って、あ、自分で決めていいんだ、とか、一
人に聞くといいよとか、うんうん、その他の人ではね、うんうん、何を言ってんだろう、あ、まあ、でこの何を言ってんだろうって感覚は、うん、私がこれの例えばタイプ1を読んだ時、うんうん、タイプ2を読んだ時、うん、タイプ9を読んだ時に、うん、これ何言ってんだろう、うん、っていうのが多々あったんですね。多分これあれですよね、他のタイプのことが理解できると分かってくるんじゃないですかね、はい、あ、これなんだ、あ、なるほど、そう、で、今僕はこの、うん、自分がタイプ6なので、うん、これを読むとちょっと分かる、うんうん、で、あ、気をつけよう、うん、成長するためにこうしようって気づきがあるので、うんうん、この我々が上げてるエニアグラムの動画、うんうん、多分この自分がタイプ6かな、うんうん、でタイプ6のこと喋ってるから、うんうん、タイプ6を見よう、うん、で来てる、来ていただくことが多いのかなと思っているので、うんうんうん、じゃあタイプ6がの人が見てきてくれた時に、うんうん、タイプ6が成長するために、うんうん、っていう動画を上げておけばですね、あ、役に立てるのかもしれない、うん、と思って、ちょっとこれは自分がタイプ6なので、うん、あの熱を込めて話しやすい、話しやすい、うんうん、そうだよ、分かるよね、分かるよねって、うん、できてると思うんですけど、うん、いかがでしょうかと。でこれがタイプ1になってできるかどうか。そうで次はタイプ9の話をするので、うん、一回ちょっと僕これタイプ9を読んだ時に、うん、こんな感じだったんですね、うんうん、何をこれを見てピンとくるんだろう。だからあれですよね、またタイプ9のことを理解できてない、できてないのかもしれない。で次の動画で一旦タイプ9の この動画を撮り、体調にちょっとどんなことを感じたかっていうのを語っていただきますので、乞うご期待ください。乞うご期待。で、これがうまくいけば、うん、タイプ1のこの成長するために心がけることをやって、ちょっと我々がどう解説できるようになるのかっていう、タイプ1ではない、まあ、なのであるじゃないですか。僕たちの勉強も込めて、そうですね。うん、あの取っていて、やっていければと、はい。文章を読むだけでも多分1の人は響くとは思うんですよね。なるほど。そう。なるほど。なんでちょっと自分がちょっと今からまた不安になっているのが、うん、こいつ茶化すぞと。何言ってんのこれってやると思うんですけども、うん、まあそこもご愛嬌で。人はこう一に限らないですけど、はい、タイプの人は気を悪くしないように。はい、申し訳ございませんと、うん、あの悪意がないので、うん、温かく見守っていただければと思います。はい、ありがとうございます。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。